エンリケ・ハビア・ヘルナンデスは、プエルトリコのサンフアン出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のボストン・レトソックス所属。ニックネームは、キケ。ヒューストン・アストロズ時代2009年の MLB ドラフトで、ヒューストン・アストロズから6巡目指名され、6月16日に契約。この年は、参加のルーキー級。 ガルフコーストリーグアストロズで53試合に出場し、打率。295.1本類が27打点、8盗塁だった。2010年は A マイナス9トリシティバレーキャッツで60試合に出場し、打率。280.3本類が33打点、3盗塁だった。2011年は A 級レキシントンレジェンズで62試合に出場し、打率。 二百四十七点二本類が十七打点だった。二千十二年は A 級ランカスタージェットホークスで百試合に出場後、八月十日に A 級コーパスクリスティフックスへ昇格。AA 級では二十三試合に出場し、打率二百四十七点一本類が三打点に盗塁だった。二千十三年は A 級コーパスクリスティで百十六試合に出場し、 打率236.13本類が、46打点、5盗塁だった。2014年は、AA 級、コーパスクリスティで開幕を迎え、4月に、トリプル A 級オクラホマシティレッドホークスへ昇格。トリプル A 級オクラホマシティでは67試合に、出場し、打率337.8本類が、31打点、6盗塁と活躍。7月1日に、 アストロズとメジャー契約を結び、同日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。7回表から2塁の守備につき、直後の7回裏のメジャー初打席ではドミニクレオンからメジャー初安打初打点となる一点適時2塁打を放った。この日は2打数に安打1打点だった。その後は外野手として先発起用され、アストロズでは24試合に出場し、打率。 284.1本類が8打点だった。2014年7月31日に、ジャレット・コザート、オースティン・ウェイツと共に、ジェイク・マリスニック、コリン・モラン、フランシス・マルテストのトレードで、マイアミ・マーリンズへ移籍した。移籍後は4試合に出場したが、7打数無安打と結果を残せず、8月8日に、参加のトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼイファーズへ降格。 9月2日に最初を隠した。9月26日のワシントンナショナルズ戦では、クレイグスタメンから、キャリア初となる、満塁本塁打を記録している。マーリンズでは18試合に出場し、打率、175.2本塁打、6打点だった。2014年12月10日に、アンドリュー・ヒーニー、クリス・ハッチャー、オースティン・バーンズと共に、ディー・ゴードン、ダン・ヘーレン、 ミゲル・ロハスとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2015年76試合の出場で7本類が22打点、オプス836などを記録した。2016年109試合の出場で7本類が18打点、オプス607などを記録した。2017年開幕前の2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に 選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。このシーズンは140試合の出場で11、本類三37打点、オプス729などを記録した。ドジャースが29年ぶりのリーグ優勝を決めた、シカゴカブスとのリーグチャンピオンシップシリーズの第5戦では、満塁弾を含む3本類打。 7打点の大活躍を見せた。ポストシーズンでの1試合3本塁打は史上10人目であった。2018年145試合の出場で21本塁打、52打点、オプス806などを記録した。2019年8月22日のトロントブルージェイズ戦の9回裏にデレクローから自身初のサヨナラアンダを記録した。 このシーズンは130試合の出場で17本塁打、64打点、オプス715などを記録した。2020年は60試合制のシーズンで48試合の出場で5本塁打、20打点、オプス680などを記録した。2020年のワールドシリーズ優勝に貢献した。オフの11月に FA となった。 自身初のフィールディングバイブルアワードを受賞した2021年2月2日にボストンレッドソックスと2年総額1400万ドルの契約を結んだありがとうございます